H 君の進学って本当にインチキですね。面白い記事出てるんです。なぜ英宮家はアンチ学習院なのか、何人もの皇族方が通ったという伝統と実績を無視した本当の理由、プレジデントオンラインで上がっております。最近出た本なんですけども、学習院の OB さんが書かれた本なんです。英宮家にはアンチ学習院の趣向が強いように見えますと。眞子さん佳子さまの大学からの ICU 進学だけではありません。本当にアンチ学習院の性質が小物の問題を引き起こしているかもしれませんね。眞子さんが学習院に進んでおけば小物と出会うことはなかったわけですよ。非常に由々しき事態だなと思います。 H 君に至っては幼稚園からお茶の水女子大学附属で、高校で筑波大学附属に進むなど、学習院には全くの縁がありません。学習院も結構準備してたらしいですよ。本の方ですけど、一方学習院高等科の方は英宮家に門を開き続けている。なぜか20名ほどの少数の募集枠を残しています。父母の間では H 君の入学を受け入れる体制を維持しているとの見方がもっぱらでした。学習院は学習院で準備されてたんです。しかしながら裏切ったんですよ。で、佳子さまも一回学習院に行かれて中退されて、 ICU の栄養入試をほぼ無試験だと思いますけども進まれたんです。裏切りですよねこれは。しかし実際にはH 君は2022年の4月に筑波大学附属高等学校に進学されましたと。お茶の水女子大学附属と同校との間にある提携校進学制度を利用した進学でした。東京大学に毎年多くの学生を合格させている名門だけに、推薦も含め東大への入学を視野に入れているといった見方もありますと。これを秋氏は憶測やと言って否定しますけども、明らかにその動きは明確ですよね。2021年度の実績を見ると、学習院高等科から東京大学に入った人数は3人、筑波大学附属高等からは42人、現役は28人なんです。今、ランキングが非常に上がっておりまして、なんと東京都内で1位です。ちょっと違和感ありますけどね。開成とかに勝ってるわけないですよね。だって開成の方が東大の進学率高いですからね。御三家ありますからね。非常に疑問ですね。しかも東京都内国立で1位です。そして全国2位なんですね。あれ奈良とかに東大寺とかに買ってるんですか。ちょっとおかしくないですか。気のせいでしょうか。ここもちょっと引っかかりますけども。そしてね、結構美智子様とかの、まあ、ご縁もあるんですね。英宮H 君が筑波大学附属高校に入学されたのは卒業生として感無量ですみたいな話ですけど、美智子上皇后陛下のお父様の正田栄三郎氏、弟の修氏とも付属のご出身で、そんな背景も終わりだったんではないでしょうか。かっこ笑いって言われています。その後の H 君の進路で、仮に東京大学という選択肢があるのなら、私は自分もほとんどの受験生もそうだったように、一期試験の一般受験で入学することが辻と思います。ですが、一芸入試のような推薦制度が、もしあるのなら、H 君は普段から様々に帝王学を授けられていらっしゃるはずで、そういう点が評価に値するという考えはあり得るかもしれません、みたいな、擁護派が言ってるんですけど、いやいや、H 君は帝王学なんて受けてないですよ。受けたとするのは、半島さんによる反日教育ぐらいしかないですよ。宮は H 君に帝王学を放棄したんです。宮自体が受けてないですから、できないんですね。そして、恐るべきことが、やっぱりそうだったのか、と。官僚が動いてるらしいんですよ。ちょっとびっくりしたんですが、プレジデントオンラインですね、H 君の誕生で皇嗣家となった英宮家には天皇家に対する微妙なライバル意識のような思いを持たざるを得なくなった側面もあるでしょうと。 H 君を学習院ではなくてお茶の水女子大学附属に幼稚園から進学させたのは、保育年数の違いというより、ゆくゆくは学習院よりハイレベルの学校に進ませたいという思いがあったとしても不思議ではありませんと。それはそうでしょうね。で、紀子様の教育熱心さをある官僚は、消息筋の話として、なんとかして H 様を東大に推薦で入学させたいと、いろんな制度を調べておられると聞くと打ち明けてるんですね。探してるんですよ。やっぱりそうなんですね。推薦を目論んでるんだなって。普通に考えて一般は絶対無理だと、そんな力ないと思うんですよね。で、言われてる話とかだと、まず
科学技術振興機構とかが出てくるんですけど、まあ、これも結構エイミアと関わりが強そうですけど、金屏風の前にエイミアがガンと偉そうに座ってらっしゃるんですね。エイミア殿下が五輪席のもとに研究奨励金とか中央表彰式が行われるんですね。そしてこれ上位入賞者は東大の学校推薦型の選抜とか総合型選抜の受験資格が実際に得られてるんですね。実績があるんですよ。そして受賞者は東大とか、まあ、阪大に合格してるんです。この人かなり怪しいなと。取らせるとしたら今年とかになってくるのかなとか、そのための、まあもしかしたら九州旅行だったのかもしれません。H 君は行ってないと思いますけどもね。代理で池谷さんが行ったのかな。焼き畑なんかね、興味ないでしょう。H 君はね。やはり思うのは、学習院に進学しとくべきだったんじゃないのかなと。それはもう歴史から言っても明らかでして、学習院の成り立ちとしましては、京都学習院が主になってるんですよ。光覚天皇のご意志、そして仁孝天皇が実現されたんですけど、公家の子弟のための教育機関だったんです、もともとね。そして安政の大国がありましたけども、尊王攘夷派の吉田松陰がいらっしゃって、吉田松陰は死刑になったんですけど、獄中で学習院を中心に京都に市民共学の店長の学校を設立すると、吉田松陰は言ってたんです。吉田松陰は尊王攘夷派じゃないですか。そして学習院が中心であると。市民共学っていうのは、知能交渉の全国民が学べるような新しい形の学校を作って広めていこうよ、平等な社会を作りましょうよっていうわけですね。そしてそれ学習院が中心ですから、で吉田松陰は天皇の学校とも言ってるんです。この学校群が天皇を中心とした尊王攘夷派ですからね。で国家体制を基盤としてその下で全ての人々が学ぶことを目指してるんじゃないのかなと思うわけですよ。だから学習院というのは中心の学校であって、皇族家族が通うような教育機関になっていったのかと。実際に明治維新が起きて1877年にこの皇族家族のための教育機関として改めて開校されてるんですよ。明治時代からあるんですよ。だから皇族が皇族たるような教育ノウハウをたくさんお持ちだと思うんですよね。やはり皇族というのは国民の象徴たる存在であると憲法一条に定められているわけです。天皇しか書いてないですけども、それは皇族も含まれていると解釈されるんですね。それは特別な存在だからね。そういう国民の統一の象徴とは何ぞやと、でその象徴的な役割を果たすような要素は何ぞやと、そういうものを教えてくれるような学校だったとも思うんですね。だからこその皇族家族のための学校だったと思うし、それも帝王学に紐づいてるものかなって思うんですね。ですから H 君は学習院に通うべきだと思うんですよ。学習院に今までの伝統通りね、通われた愛子様は非常にご立派になられてるじゃないですか。それが結果ですよって思うんですね。やはりそのね、学習の功績も少なからずあったんじゃないのかなと思うんですよ。にもかかわらず、H 君はですね、何を土地狂ってたのかわかりませんが、まあ、紀子様が土地狂ってるんですけども、学習院を避けられて、そして筑波大学附属高校に行かれて、東大に進まれようとしてるんですね。言葉選ばれて言いますけども、愚の骨頂であると。なぜ皇族が一般国民と争うような一般受験に参加されるのかは理解ができないです。そしてコメント、なんとかして H 君を東大に推薦で入学させたいと。いろんな制度を調べておられると聞く。これが本当の話なら、本当だと思いますよ。ただ、浅ましさを感じるだけで、ありのままを受け入れ、努力する姿勢を感じられず、これが日本の皇族の姿なら、とても嫌に思うと。まさに、これは国民の象徴として機能してないと、この方おっしゃってるんですよね。だからこそ、学習院行くべきですよ。やっぱり。東大出身天皇を輩出したい思惑はわかりますけど、ならば実力でと申し上げたいと。宮家は皇族費3倍、税金から潤沢に支出されて、しかも非課税。内定費は。天皇家と上皇家共有のお金が内定費なんですけど、美智子様が食いつぶしてるんですよ、しつこく残ってね。上皇家として君臨してるから、食いつぶしてるんですよ。いくら使ってんのかわかりませんけどね。美智子様が天皇家であられて、現天皇陛下皇太子であられた時代がありますけども、まあそれともしかしたら同じ比率なのかもしれませんけどね。そんな気がするんですけど。
一般家庭と違い教科ごとの家庭教師をつけたり、いくらでも教育費はかけられるはずで、学力不足なら人材を投入してでも三宅の霊場霊足様方を教育できてきたはずなのに、わざわざ学校に推薦制度を用意させる、すごく不思議ですねと。 H 君が推薦で東大進学を目指すのは厳しいでしょっていう記事もあるんですね。東大はそもそも推薦枠100人なんですけども、推薦枠を満たしてなくてもね、定員割りしててもいいという設計になってるわけですね。東大の推薦枠は100人で、募集人員ベースでたったの 3.3% しかない。しかも意思度として100を満たしていないわけですね。だから推薦だからといって入れないんですね。合格者が募集人員に満たさない場合は、原則として残りは前期日程試験の募集人員に繰り入れされます。だから前期の人数増えるんですね。だから H 君が行くことって推薦枠を一つ使うじゃないですか。前期の人にも迷惑かかるし、当然ながら推薦の人にも迷惑かけるんですね。これを認識してほしい。東京大学の枠の1枠ってものすごい価値あるところだと思うんですね。それに不正で裏口で行くっていう行為がどんだけ愚かなことかは、永宮家は認識するべきですよ。そしてそのような行為は、筑波大学附属高校とはレベルが違うような批判を巻き起こすと思いますので、それはやめといた方がいいと思いますよって思います。はい、以上です。じゃあ、地下室バイバイ。天皇皇后両陛下がインドネシアにご訪問されて、世界中のメディア、世界中の人々が絶賛しています。まさに大成功でしょう。これぞ日本の天皇陛下、皇后陛下、日本の国母、日本人としても鼻が高いなと思いました。体調が心配された皇后様ですが、心ない飽き心は雅子様の体調を罵って、ちょっと休まれるぐらいだったら選挙してくださいとか言ってるんですよ。池内さんとかもそんな発言してたと思うんです。人としてその発言どうなんですか。手を当てて考えてみてくださいねって僕は思いますけど、心ない秋篠宮信者さんね。公式行事では大統領夫人と積極的に交流されました。皇后様着られますかと、インドネシア伝統の染め物パティックをまとわれると、皇后様ありがとうございます、テルマカシーと言われました。ご様子がこちらでございます。非常に雅子様の笑顔が素敵だなと思います。皇后様のこの笑顔に同行している宮内庁職員も、あんなご様子は初めて見ましたと、驚きと喜びを口にされたと。この発言はちょっと引っかかりました。正直ね、この素敵な素敵な笑顔を奪ったのは宮内庁じゃないんですか。宮内庁長官が雅子様の笑顔を奪ってきたじゃないですか。宮内庁長官の鎌倉定めであったり、あとは湯浅敏夫が雅子様を追い込みましたよね。長官はどこの方向を見てそのような仕打ちをしてたんですか。永宮の方向を向いてたんじゃないんですか。永宮は上皇后様大好きですからね。鎌倉定め長官、湯浅敏夫長官は何をしたか。まず彼らの罪は、雅子様の外国訪問を禁止したことです。お世継ぎを優先されるあまりに禁止したんですよ。東宮に閉じ込めて、男の子を産め、男の子を産め、男の子を産めですよ。これがどれほど辛いことかっていうのを、なぜ宮内庁長官は想像することができなかったのか、非常に疑問です。愛子様が生まれました。しかし、湯浅敏夫長官は、大臣を求めますと、プレッシャーをかけたんですよ。雅子様は、その前に、お下劣な朝日新聞のスクープによって、流産されてるんですよ。そのような背景あって、よく言えるなって僕は思いました。人間ですか、本当に。残酷すぎますよ、やってること。それと、エーミアに、くら替えして、第三者求めますと、エーミアに。って言ったんです。その言葉が、とどめを刺したと言われております。雅子様は、長期休養に入られるんですね。雅子様のこの素敵な笑顔を奪ったのは、宮内庁長官とお皿なんですよ。そのような圧力から雅子様を守られるために、陛下は人格否定発言をされたんですよ。非常に陛下は温厚じゃないですか。雅子様を守るためだったわけですよ。言葉が適切かどうか分かりませんけども、男としても尊敬します。妻を守る姿勢、それは本当に素晴らしいものがあると感動しました。本当にそれに対して永宮はケチをつけたわけですよ。例えば大嬢祭とかに憲法もろくに知らないくせに批判したりしたんですよね。足引っ張ってるんですよ。それはおかしいでしょ。日本国民、皇族、皇室一丸として、陛下と雅子様をお支えするのが我々の役目なんじゃないんですか。それを、公を優先せずに、死を優先して、なぜ雅子様と陛下の足を引っ張るんですか。おかしいですよ。謝罪してほしいもんですよ。猛反省しろよって思うわけです。雅子様に対する卑劣な行いは許すことはできないなと思いまして。
話がちょっと逸れてしまいましたが、感情も高まってしまいましたが、すいませんね。僕はそう思いましたよ。こちらご紹介しましょう。陛下はカリバタ英雄墓地に行かれたんですよ。ここで、雅子様の素晴らしい起点が発動されたんですね。本当に素晴らしい。どこぞの宮家になせる技ではありません。お鼻がかなりでかいじゃないですか。これが特徴あるんですね。鏡花ってよく見るシーンとかだと、例えばこれは陛下の映像なんですけども、自らの手でお花を備えられてるわけじゃないですか。こういうイメージがあるんですよね。これはカンボジアの方なんですけども、2012年の陛下が花を備えられてるんです。今回の場合は、花がでかすぎますから、どうしたもんかっていう話ですよ。雅子様の規定によって自ら強化されるんです。ちょっと見ていきたいんですけども、職員さんが持っていますと。職員さんが前に進まれるわけです。陛下も雅子様も歩かれているんですね。職員さんがお花を置いたわけですよ。そして雅子様がとっさにそれを見て自らの手で備えられたんですよ。素晴らしいなと思いましたよ。これはできない。すごいなと思いましたよ。雅子様が率先されてお花を備えられてるんですね。続いて陛下が、ね、お手を差し出されたんですね。お気遣いは本当に素晴らしいなと思いました。国賓としてインドネシアを訪問中の天皇皇后両陛下は、日本人残留兵らが眠るカリバタ英雄墓地を訪問しましたと。カリバタ英雄墓地には日本兵が28人、残留兵ね。第二次世界大戦後に日本人が残ったんですけど、その方々はインドネシア独立戦争で戦ったんです。その方々が眠られてるんですよ。英霊方にも伝わられたんじゃないのかなと思います。このお墓はインドネシアにとっても象徴的なお墓だと思うんですよね。オランダから独立した時の戦争で亡くなった人のお墓でございますから、これまでインドネシアはオランダに散々やられてきたんですよ。ひどいもんですよ。奴隷とかも当然ありますし、強制栽培とか言ってインドネシアにオランダはコーヒー作れよと、砂糖作れよと、タバコ作れよと強制するんですね。そしたら食べるもんに困るわけじゃないですか。それはどちらかといえば嗜好品です。オランダそんなこと知らんわというわけですよね。作った作物を全部持っていくんです。当然それで何が起こるかって言ったら餓死なんですよ。第二次世界大戦が終わってインドネシア独立を宣言したんですけど、オランダ認めなかったんです。その時に残留兵が一緒になって戦ったんですよ。だから由緒正しくお墓なんですよ。雅子様が素晴らしい行動を取られたんです。ご行動は深くインドネシアにも伝わったんじゃないのかなと思います。英霊の方も天国で喜ばれているんじゃないのかなって僕は思いましたよ。陛下もご様子が結構印象に残りました。陛下が強化されているとこずぶ濡れになられてるんですね。陛下の公に対する姿勢がこの写真から伝わってくるかなと思うんです。タイ・バンコクで突然雨が降ってきたんですよ。職員さんが傘を差してるんですけど、陛下のスーツとか見てください。もうずぶ濡れになられてるんですね。しかしながら陛下は意識もしてらっしゃらないんです。前を凛々しく向いておられるんですよ。公務に邁進されてるんです。自らのことなんて考えてないんですよ。本当にすごいなと思いましたよ。公に対する陛下の姿勢が明らかになった瞬間じゃないのかなと思うんです。レベルが違うんですよ、公に対する姿勢が。ジャコ夫人お足が悪いのかもしれませんけども、階段を降りられる時に雅子様はずっとジャコ夫人の足を見られてたんですよ。そしてお手を差し出されてたんですね。我々が見習うべき公に対する寄り添いの姿勢なのかなと思いました。その公は日本国だけではなくて世界中の国々に対して向けられている。非常に感動しました。僕は憲法一条の象徴をまさに体現されているんだなと非常に深い感動を僕は覚えました。素晴らしいご行為を英明ができますか？絶対できないですよ。以上です。じゃあしかしバイバイ、さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。